お疲れちゃんスラットです。今日ですねこちら超高回転 2.2 5月デッキやっていきたいと思います。ということで、新環境ですね、このゴブギャンが結構環境の中心にいますよと、強化されてね、やりゴブ追加で、6体になったことで、なんか攻守前提としてね、はい、安定したカードになりましたっていうので、せっかくねギャングが強化されたので、このギャングをね、はい、使った枯渇でね、ちょっと今日は遊んでいきたいと思います。で、なんならミラーも入れてね、ギャングも、あんま場面少なそうですけども、バレルバレルプリンプリンとかしながらね、はい、環境やっぱマザネクとか、ボンバーとかもいるんですけど、このミラーがね、結構いい味出して、マザネクはね、ウッドかけるウッド、ウッドミラー、またはウッド2周でね、処理できるんで、この意外とこの、枯渇デッキのこのミラーというか、ウッドデッキのミラーっていうのはね、今のマザネクとかにはしっかり対策できるっていう面では悪くないですね。あとはボンバーとかゴルナイもちょくちょくいるかなーって感じかな。さあ、ベイビードラゴ、ベイビードラと、なんだったっけな。もう一枚も覚えてないんですけど。さあ、来ましたね、ゴルナイ。これは、適当に引っ張りながら、ワンチャン金キドできないかな。さあ、そんなこと言ってると、右のタワーめっちゃ入ってます。はい。トルネで、トルネ警戒の位置が良かったみたいですね。さあ、これプリンもいるので、この間に攻めてあげると苦しいんじゃない？頑張れ、スピリット。飛べ。飛ばない。やばい。残したい。残ってくれ。うわー、でけえ。さあ、で、ギャングね、これ。この、タワーの横っていうのかな？こういう感じ出してあげると、めちゃくちゃね、なんか、いい感じの受けができます。はい。これでベビドラ受けつつ、ヤリゴブリンこう残って、このままね、やばくない？ヤリゴブのダメージ入るんですよ。っていうので、めっちゃ強いんで、このなんかタワーの後ろか横かぐらいに、スケとかでもできますね。スケとかギャングとかを出すと、結構こう、範囲系を受けれるんで、特にベビかな。おすすめしますね、その出し方。少々位置ずれたもん。なんか受けてくれるんで。楽チンっすね。さあ、で、相手のデッキは、なんか大型っすね。ボーラーがよくわからんっすね。スキャラとかバルーンとかよくありますけど。エレキ。マジで。あんまわかんないっす。スキャラ、フリーズとかなのかな。いや、ギャングがマジスキャラ受けめっちゃ強いっす。で、最悪エレスピマルっていうね。いや、マジでやばい、これ。このまま、なんならカウンター。このゴブリンに、エレスピとかもね、つけてあげて。さあ、いや、これ相手、絶対苦しいっすよ。いじめます。これはさすがに、守れんやろ。さあ、大ダメージ与えて、この防衛でちょっと大変ですね。ロケットとかがないんで、ロケ削りすごいしたいんですけど、この辺で早めに仕留めとくのはあり。え、ゴルネがなんか背面頭突きみたいな、後ろ向きでなんで前向いてたやろっていう。さあ、これは相手のねデッキが結構重量級一体一体のカードが重たいんで、さあ、こちらの高回転にはなかなかついてこれませんよっていうやつですね。さあ、ナイス、よろしく。ちょっとね、マザネク、別に当たっても全然なんとかなるんですけど、結構いますね。マザネクロイ、動画でも紹介したんですけど、なんなら環境の勝率ナンバーワンになってるぐらい、めちゃ強でしたね。強すぎてやばいんです。これさ、序盤の間にダメージ稼いじゃおうか。枯渇対決ですもんね。さあ、枯渇対決は、ちょっと序盤にダメージ稼いで最後逃げ切るっていう、セコセコプランでいきたいですね。相手吹き矢でしたね、あと。相手のバレルは、ギャングでも完封できるし、スピファイスピー。ファイスピーを使った完封もあるし、いろんな防衛方法があるので、結構守り。お、これはさすがに落ち着いて金起動。さあ、でかいぞ。痛い。
キング起動できたら相手プリンスじゃないんで、ハシメンプリン警戒しなくていいっしょ。はい、ハシメンプリン警戒してください。これからマジこれズルだかんな。さあもう俺の家なのはハシメンギャングかな。ハシメンギャングじゃん、ハシメン吹き矢か。俺回転早いから俺の方が有利なんじゃない。まあマジで守られてロケ削りが負け筋だと思うんだけど、回転早いし。さあミラーね、下方される前だったらもっと良かったんですけど、でも強い。まあ、強くはねえな。強いは嘘です。いないもん。マジで。マルチとかやってても、ミラー使ってる人もガチいないっすね。さあ、ウッド強い。ついでで。さあ、バレルこれ投げとけばいいだけなんで、相手もかね、回転早い方だと思うんすけど。おお。ちょっとやっぱきつそうっすね、この高回転には。もうめっちゃいってる。さあ左も削れたので、左で狙ってると見せかけて右が本物ですよの。さあこのバレル、おっこれはプリンが残る。ファイスプで削る。めっちゃ延命を狙っていく男。さあで本物は右ですよと。あでもウッド温存してるっすね。さあここはしっかり考えられてるが、さあバルキリー、いやナイト強。まあここは低めで大砲壊すか。さあバレル飛ばして、いや一生俺のペースですね。相手も結構回転早い方だと思うんですけど、まあ、バルキリーがやるって。さあしかもこれ遅れてでもやば。なんかミラー対決めっちゃ強い。枯渇対決さては。よいしょ。スーッと使って1コス系で耐えたい。耐えさせません。おい。さあちょっとずるいかもしれねえ。ギャングもあってファイスピもあってエリスピもあって、なんかバレルの受けだけめっちゃ強い、もしかして。さあいいね、やっぱ無限に攻めるの大事ですね。まあ、相手がこれ別に何のデッキでもやっぱ攻めることによって、そこにねウッドとか、まあ、矢の雨とかを使わせて、そしたら、防衛のねギャングとかプリンセスがねよりこう伸び伸びとね、はい、頑張ってくれるんで、やっぱ守って守ってだとね攻めで呪文使われてやべえやべえってなっちゃうんで、こういうのね自分からガンガンいって攻め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 て防衛ばっかさして、それをプリンって回収が理想。エリゴレはやばい、ガチでやばい。どっからどう見てもエリゴレ勝てんやのこのデッキ。いやこれやばいな、ロケがね、ロケ欲しい。どうしよう、マジロケ欲しい。あーこれでも勝ち筋パターン A がライドラ金起動っすね。お前誰かまでいんのお前、やりすぎだろ。ちょっと待ってよお兄さん、ちょっとやりすぎじゃないかい。まあ、キング起動しちまえば全然あるぞ。お、なんか来た。やばチンパンド高めやなこれマジ。高すぎ。エリババマザネクライドラヒーラーエリゴレ、まあ、エリゴレでしょ間違いなく。いやーまあ取るね嫌なんでねと思いながら、マジゴリゴリいっちゃおう。やべ取るね嫌だったのにさ、普通に警戒じゃねえ、なんか変な位置に飛ばしてる。やべえバカだった今のは。さあまあ守れはしないんで無理せずっすね。最後1本取られていいっすね、1本取られていいんで2-1か。キングこっちが降り行く、本気でキング来たらこれ止まる。プリンセス20体ぐらい出せば、出しすぎか。まあまあプリンゲーっすね間違いなく。あーライドラ逆行ったのでかっ。さあなんかいろいろ噛み合ってくれてはいる。
いや強っ。なんならギャング出してねえわ。ギャングいたのっていうぐらい、もしかしたら全然出してない俺。ごめんなギャング、今日は君が主人公なんだけど、いらねえかなっていう。マジでやべ、ギャング、ごめん、覚えてはいるんだよギャングのこと。サプリング強い。で、あの460のちょっと落としとかないとやばい気がする。で、あとが1コスめっちゃ強いんで、いやプリン持って、さあ、おめでとうギャング、回収回収。あ、でもギャングミラーなんかいい感じにできればめっちゃ強そうだけど、相手がウッドとか使ったタイミングとかで。さあエリゴレ、まあ形組まれなかったのが余裕でしたね。ね、なんか無視してワンチャンプッパとかされると、まあちょっと怖い部分もあるけど、プリンプリンの LSP ファイスピー、ウッド LSP ファイスピーぐらいの、なんかワンチャン溶かせそうなプランがありますね。遠距離とスプリット系で、ヒーラーの回復を無効化して、ね、範囲と範囲と範囲で焼き尽くすっていうのがワンチャンありましたね。さあ、まあまあまあ、なんとか。なんとかってことでもねえか。ナイス。さあ、エレジャイとかは、もし来たら、ナイト、ギャング、アイスピで頑張りましょう。ウッドも使ってね。エレジャイデッキって基本バレル通るんでね。バレル通んなかったら勝てないけど。さあ、ファイスピで、ダメージ稼ぎ。トリトン。トレネないっしょ。珍しいぞ、これまた。おい、おい、黄色のおじさん、あ、最悪だ最悪だ。今金魚できないか、ヤングがちょっと散らばりすぎたのかなっていう思いがありながら、さあやばいっすよね、マジ冷静に。まあ、言うてエレジェも下方受けたんだよ。いやー、これ金起動できてると世界変わったっすね。トレネ使った、ハイスピ添えてあげればよかったな、もったいない。さあゴルナイ、いやゴルナイでまして金起動できたら熱いんですけどね。やべえ、え？全然俺の理想と違うし防衛下手。ん？これナメプライトニングだろ。許しません。許しません、守れません。強すぎです。
許しません。一発許しません。危ねえ。さあ、相手が途中甘えたライトニングを2発ぐらい打ってくれましたね。いや、絶対甘えなかったら無理でしたね。はい。あとはゴルナエの受け下手だな俺。マジでスプリットにね、走らせたりすればいいのに、ギャングに綺麗に行かれて、あんな緊急度もできずみたいな、もう何もかも失ってましたね。そうね、ちょっともったいないですね。さあよろしく。おお、やべ、マジやべ、なんだこれ、やべ、あぶね、あぶねえっつってもいた。動揺が、ちょっと待って、やばいやばい、バレ飛んできてる。よしよしよし、ギャング持ってんのにね、ギャングからわざわざウッドにも持ち帰るっていう謎行為。おお、しっかり警戒されてる。え、うわ、トルネコカツか、それ結構渋いっすね。トルネ型だったんだ。近畿道される四国から許容侍だ。いやー、マジかよ。もうなんかいろいろついてねえな。ね、トルネでゴブリンバレルも完封できるしっていう、このきついっすよね、マジ。さあ、しかもロケもあるので、まあ、ロケ削りもされちゃうよということを考えながら、うん、まあサイドは違う方がいいな、相手と。いや、俺の橋前プリンのタイミングが下手だな。5コスぐらいでやっちゃえばよかった。さあ、まあ勝ち筋はね、なんだろうな、うん、まあミラーがあるぐらい、うん、ミラーでなんとか世界を変えたいぐらいかな。あとファイスピ、うん、夢をつかみたいぜ。マジトルネ強すぎ、犯罪。
いやー惜しい惜しい、序盤の下りがなければ。さあ9ぐらいね、ウッドのなんかで落ちてくれればよかったんですけどね。ちょっと橋もやっぱり下手だったなマジ枯渇対決はさ、よく負けてるわ。俺動画出してる時いつも負けてる気がする。さあよろしく。ハシマイプリンですね、マジ。ハシマイプリンが綺麗にポトンってかぶっちゃうんでね、もったいないですよ、ね、さあゴーストと、よいしょ。まあでもミラーバレルいいな、やっぱ夢があるっすね。ワンチャンつかめるっすよね。あんだけ追い上げれるなら序盤もうちょっとしっかりしときっていう。もったいない。さあ古城ババマジアチやめてほしいな。鉄鋼かな。さあ噛み合いしようか、これは。おやばい。さあガーインはやめてもらって、いやー結構痛いね、これ。ワンチャン U のキング軌道狙えねえかな。あーゴーストか。うん、おいや、これナイトに行っちゃうかな。あまあそういう日もあるそういう日もあります。さあさあさあ、全部プリンで回収してポイズン。さあポイズンの三角型フルメスね。いやでもこれに負けたらもうやばいっすよ、本当に。これに負けたらもうなんだ、何でもやるマジでマジで、これはね多分どうやっても負けないっすね、マジで。負け方を知りたいっすね、マジ。負けるのが難しい。マジアチャだったらね、またとかあるんですけど。いやいや負けない負けない負けない。ガゴでしょって、どうやって負けるんや俺って。さあっていう、余裕です、こんなのは。余裕があります、全部許容の許容の。負け方を知りたい、さすがに。よかったー。さあこれいじめができそうだな。なんなら延命できる。え、強っ。てかやりかも、おてか守られてるからでも一生延命。やべえ、プリンたまるね。プリン一発。バレル飛ばせば良さそうだけど、いやさすがに相性良くてよかった。いやだ、めっちゃ綺麗にいい防衛されてる。あれ、さあまあでもLSP 優秀。ガイン。さあバレルミラー、ウッドのダメージが思ったより低いっていう、さっき学んだっすね。いや224めっちゃ守られるんだけど、ちょっと待って。いやーこれ左が落ちるやつか、たまにあるっすよ。いや相手の許容やば、めちゃくちゃいいさあ
さすがに相性がいいとね、めちゃくちゃ気持ちいいですね。さあ、ペッコ受撃派ということで、こちらの高回転枯渇、まあ、チャンピオンも入ってないですし、はい、ちょっとね、使いやすいし、なんなら普通に強いんじゃないかっていうね、あのレベルなの皆さんもぜひやってみてください。ちょっとミラーなしもね、組んでました。はい、ということで、お疲れ様でした。またね。